町金ワニ、町金ワニ、町金ワニ、トートマハイミアマシコネンシスは、更新よ、ミンデル表記、リスカン表記頃、三十から五十万年前頃に、日本に生息していたワニ。体長約七メートルの大型のワニである。化石は、1964年に、大阪府豊中市、柴原の町金山丘陵に位置する、大阪大学豊中キャンパスの理学部で、 新校舎建設現場から出土した。発見の発端は1964年5月3日、偶然、大阪総軍の化石の採取に来ていた、高校生、瞳見竿と大原賢治が、道路速攻を作るために掘り上げられていた土の中から、石椎動物の肋骨破片を発見したことである。発見された化石はすぐに、大阪市立自然史博物館の戦地満蔵に持ち込まれた。 同年5月10日、千地万蔵と、大阪大学教養学部地学教室の小端忍と、中世古孝次郎、大阪市立大学理学部地学教室の池部天聖らによって、現地調査が行われた。この時、大阪総軍上部の地層中のものであることが、確認され、大腿骨破片などの骨片が採集されたが、ワニ化石であること未だわかっていなかった。 1> 第1回の発掘は、同年6月9日からの4日間行われ、5月10日に、現地調査を行ったメンバーに加え、京都大学理学部地質学鉱物学教室の亀井、節尾、石田志郎と大学院生、大阪大学教養部の学生が加わった。その後多くのメンバーが加わり、本格的な調査が1回目を含め、計4回実施され、調査の結果、頭骨を含む、 ほぼ完全な骨格化石が採集された9月17から18日第2回12月4から7日第3回翌1月28日第4回補強復元は京都科学標本社によって行われまた大阪大学により研究保存委員会が設けられて地質学、古生物学、組織学、資学、生科学分野からの総合的な研究と保存が 進められた。この湿度は、日本で、初めての確実なワニ化石の発見であった。それ以前に、若松市、元北九州市の第三基層からワニ化石の産出の報告があったが、これは、イルカ化石だと思われる。その後、他の日本各地でも、更新用のワニの化石、岸和田ワニなどが見つかっている。また、町金ワニ発見以前に、 台湾から徳永によりがビアルカもしくはトミストマカに属すと考えられたワニ化石が発見されていた。その化石は林によるとのもの、ビラフランカキからクロマーキとされている。計測された値は、頭蓋骨の長さ、上顎骨方合先端と、後頭下後単管の長さ 1050mm、頭蓋骨の幅、左右肩方骨外側部の最大幅 491mm、 第一脊椎骨先端から第二十九、脊椎骨後端までの長さは2 8 5 0 m m 後であり、押し推定 4000mm だったため、発掘当時は全長 8m と推定されていたが、その後 7m 弱であろうと修正された。左肋骨多数、右前足、左後足、恥骨、尾骨の大部分を欠損しているが、ほぼ完全な骨格化石だと言える。 化石骨は発掘後の風化により、著しくもろくなり、発掘直後には茶褐色を呈していたが、次第に変色し淡褐色となったとされる。また、地層中には、北西南東方向に数本の断層があって、その影響でかなり破損していた。タイプ標本である、全身化石は、大阪大学総合学術博物館に保存、展示されているが、レプリカ標本が、 大阪市立自然史博物館に似たい、豊中市立文化芸術センター、北海道大学総合博物館、北海道大学総合博物館、東京大学総合研究博物館、JP タワー学術文化総合ミュージアム、インターメディアテク、北九州市立命の旅博物館などの施設でも展示されている。化石が発見されたのは、高信予の地層だと考えられている。 大阪総群上部の茨城類層の第八改生年度層 MA8 の約1メートル階の砂シルト質年度層カスリ火山灰にあたる層順であることが市原実によ明らかとなったカスリ火山灰の層順は38誤差プラスマイナス3万年前ないし42プラスマイナス8万年前であるとされる最近の深海底の酸素同位体被層所との 比較によれば、約55万年前だと見る意見もある。大阪総群においては、東洋像の層、MA1 より上位に当たるが、大きく見て、池部、千地、石田の範囲座内、い、賀像の層等しに当たる。生息環境について、タイアキコ、大西イクオの花粉分析結果では、大阪総群の海青年土層に普通に見られる、フェイゲスタイの構成であり、 温暖湿潤型であった。騎などが生えていた陸地内部で生活し、死んでから川により運搬され、海岸近くの河口の小宅地で埋没したと考えられる。この時代、40から50万年前の哺乳類では、東洋像の他にヤベオツのジカやシナサイ、オオカミ、タヌキ、ハリネズミ、トガリネズミ、モグラ、キヌゲネズミ、 ハタネズミなどが知られており、それらと共に過ごしたと考えられる。1964年に本化石が発掘されたすぐ、あとすでに、大阪大学史学部の西島章二郎は、右肋骨と右尺骨、右頭骨が折れて、再融合した状態に着目し、本種にも病理的痕跡が存在することは認識されていた。2004年に、桂義美氏博氏によって、 病理痕跡が詳細に研究され、論文として発表された。下顎の全部は切断され、頸骨と肥骨は骨折し、リンバン骨には噛まれた痕跡が残されており、これらの病理的特徴は外的な要因と考えられる。同種内での縄張り争いや、繁殖期におけるメスの争奪の際に負った傷である、可能性がある。各痕跡は治癒した跡があり。 怪我を負った後もしばらく生存していたことが分かった。発見当初は、本種は、頭骨の特徴が、原生のマレーガビアル属と類似している、微粉部が異常に長く狭いこと、尾骨が外尾光まで届かず欠場であること、前上顎骨は片側5本、上顎骨は片側16本と上顎の四式が同じことなどことから、マレーガビアル属の新種とされた。仮説を、 松本栄治により出土した地名、町金山にちなんで1965年9月、和名は町金和に、学名はタミストーマ町金瀬と命名された。それから18年後、青木良介により再研究され、1983年、マレーガビアル族ではなく親族のワニであることが示唆され、古事記に登場しワニに化したと伝えられると田う玉姫に、ちなんだ俗名を冠した。 学トートマハイミアマシコネンシスと命名された。青木は関節骨ごときが分類上重要なことを指摘し、マレーガビアル属よりもクロコダイル属に近いと提唱した。この論文を出版したカピアは国際的な爬虫類学の学術師だったため、トートマハイミアの名が世界中に浸透し、その重要性が確認された。その後世界でワニの新たな研究が進んだため、 大阪大学、北海道大学、国立科学博物館による共同研究が始まり、2006年に本種はトミストマ赤に属することが指示され、その中でも進化したものであることが報告された。そのため原生種ではマレーガビアルに近縁であることが解明された。この結果は小畑へあると整合性を持つ。また、本赤の種はヨーロッパ大陸に発生し、 そこからアメリカ大陸やアフリカ大陸に移動し、少なくとも40万年前には、マチカネワニやマレーガビアルのようにアジア移動し生息していたことが分かった。大阪大学の公式マスコットキャラクター、ワニ博士のほか、大阪大学宇宙地球科学専攻のマスコットや、ト中カ市のキャラクター、マチカネくんとして、マスコット図案化され、学生、市民に親しまれている。 2014年、国の文化審議会において、国の登録記念物として登録されることが認められた。また、ワニ学者の青木良介は中国で見つかったワニの化石は、町金ワニではないかと指摘しており、その残存古代と接した古代中国人によって、空想の動物流の原型になったと推測している、流外洋も参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。